います。北海道は初なので頑張りたいと思います。この企画、工藤遥と茜監督が行くノエイン函館紀行。ここでは私と茜監督と2人でノエインの舞台である函館を3回にわたり余すところなく紹介しちゃいます。私函館に行くのは初めてでとっても楽しみです。函館到着。監督の姿が見えないと思ったらカメラを構えて取材中。ここも本編に登場するんでしょうか。監督、出発ですよ。函館空港に着きました。これからバスに乗って取材する場所へ向かいたいと思います。はい。函館は今回で6回目。いよいよ函館の街に出発です。天候も良く、ちょっと暑いくらいです。私たちを乗せたバスは海岸線を通って函館市街へ。さあ、ノエインの舞台、函館の街はもうすぐそこ。すごい、何あれ。ところで監督、なんで函館を舞台に選んだんですか。坂の街だっていう印象があったから、坂の町を使いたかったんで、どうかないかなと。まあ、今更尾道でもねえだろうっていう。尾道はね、地元なのよ。あ、そうなんですか。うん、だからよくは知ってるんで。何をしたり、地元っていうかね、ばあちゃんが住んでたよ。なんかどっか近いとこはないかなと。あとは、そうだ、あとは雪が思いっきり降るところ、それを探してたんだ。うん、雪を使いたかった。そうそう、雪を使いたかった。で、ね、やっぱ北国の方がいいかな。で、ちょうど函館に来た日に大雪にあって、これはすごいと。ナイスタイミング。そうそうそう、東京の雪とはやっぱりちょっと迫力が違うなと。今回はあれですよね、工藤さんと一緒に回るということですけど、うん、まあまだ始まったばかりですから、どうですか、心構えとしては。怖いよね。二回りほど年が違うからチャチャ登り発見。この坂は函館を代表する3つの教会に挟まれています。結構きついでしょ、この坂。結構きついですね。チャチャ登りという面白い名称の坂、このチャチャというのはアイヌ語でおじいさんの意味なんですって。腰を曲げて登らなければならないほどの急な坂道からその名が付けられたんだそうです。で、この坂を登ったところに遥というの家がある設定です。出かけるたびに茶々登りを行き来するからいい運動になるので痩せそうです。綺麗でしょ。あ、本当ですね。函館はこうやってもう全部坂の町だから。綺麗だな。ほら、ロープウェイ。あ、本当だ。すぐロープウェイが。眩しい。はるかの家からすぐロープウェイが見えるっていう設定なんで。自分の家からこんないい眺めが見れて羨ましいな。次は八幡坂。この坂は函館山の麓にある坂の中で一番有名です。ここが八幡坂です。ここ有名なんです。なんで有名なの。あそこにほら青函連絡船が止まってるから。あ、動かないけどね。あれも博物館になってる。移動中、ソフトクリーム屋さんを発見。ここは通称ソフトクリーム通りというそうです。
ちょっと寄り道しちゃいました。お嬢様どれでも30円引きでお作りさせていただきます。え、いいんですか。いただきます。うん、美味しい。観光スポットのど真ん中は避けてます。元町公園のこの古いレンガにこう何も考えないで触ると願いが叶うと言われてます。はい、工藤さん。暑いね、今日。夏だよね。ここは元町公園。第1話では、はるかと愛が郡山と初めて会った場所です。庭以降にもよく出てくる場所ですね。ここは明治から昭和25年まで函館奉行所や開拓使が置かれ、北海道道南の行船の中心だった場所なんですって。心休まるなあ。あ、そうそう、ここにね、ほら、愛と遥がで、みんなのたまり場になってよくここでお話をしてる。おんこ。あ、本当書いてある、書いてある。一、そうそう、向こうね、海だから汽笛が聞こえたり、うん、海猫が飛んできたり、いいです、うん、あ、本当にいいな。綺麗なね。観光スポットが上なんだけど、うん、ちょっと外れてる。ちょっと外れてる。うん。誰もいない。後ろを何かが通って行ったようですが、気にしないとして、次は遥たちが通う学校、弥生小学校へ行きましょう。この小学校はあの石川啄木が短期間代用教員を務めたことでも有名な小学校です。また卒業生には作家亀井勝一郎や今東高なども輩出しています。70年前に建てられたのに未だに使われているなんてすごい。鉄筋コンクリートの4階建てで、ご覧のように曲面仕様がとても美しい建築物です。今回は藤井義江校長先生には大変お世話になりました。意外になんかしっくり入ってる感じが。工藤さん、函館の街を歩いてみてどうでした？なんかのんびりしてますね。のんびりしてる。のんびりしてます。あとやっぱりなんだろう、道路が広い。道路広いとかと違って広くないですか？うん、本当に空気が綺麗だし、うん、のんびりしてますね。主役の遥って子は、はい、あの東京生まれなのね。東京生まれなんですか？うん、小学校2年生までは東京にいて、小学校2年の夏に、うんうん、あの函館に引っ越してきて、それからずっと住んでるっていう設定なんだけど、うん、うん、そう。だからもともとはここの町で生まれた子じゃなくて、徐々にこの町に慣れてきて町が好きになってくるっていう設定なんだけど、工藤さん、こういう町に住んだとしたらここが好きになれるかな？どうだろうな、難しいな。都会の方が好き？都会に長いこと住んでてこういう町に来るとすごく戸惑うと思う、うん、都会慣れしすぎて。なるほど。でも元々家が転勤族だったんで、うん、結構いろんなところに何だろう、行ってもすぐに慣れちゃうので、うん、すごくいい街だし、うん、すぐ慣れるとは思う。あ、適応力が高い。高いです。なるほど。はるかは可愛いと思う、見てて。可愛い、可愛い、そうですね、可愛いです。どちらかっていうと可愛いけどサバサバしてる。サバサバしてる。うん、じゃあ自分の将来像とかさ、
イメージしたことある？うわ、イメージしたことないな、将来像は。今回のテーマでね、15年後とかってしてるんだよね、はい、だから、うん、15年後なんて今からじゃ全く想像つかないです。つかないよね。うわー、想像つかない。弥生小学校を後にして私たちは次の場所、第三坂へ。この第三坂、名前の由来は坂の下で営まれていた第三院吉兵衛という人物の宿が元になっているんですって。カラスが出てくる。石畳のとても綺麗な坂ですね。ここ第三坂の坂の下は遥とカラスが初めて出会った場所、そして優が悩んで座り込んで時間が止まった場所です。私もユウの代わりに同じ場所に座ってみました。結構忠実に再現してるんですか？すごいすごい、これもね、この街灯もどこになるとここにライトがつくの？ここにつくんですか、うん、おー、すごい、おしゃれだよね。おしゃれ。街灯もほら、一応ちゃんとアニメでも再現するんだけど、こういう形、ちょっとレトロな街灯ね。庭でイサミが立っていた場所も発見。同じ感じで立ってみたんですけど、偶然バロンに似た犬を発見。名前はポポくん。バロンも大きいけどポポくんも大きい。今度は西鳩場へ。本編とそっくりな場所だったので驚きました。あっちがほら函館ドックで、はい、でマストがあって、ね、マストがあって、うん、結構大きいでしょ。大きいです ね。あそこからあそこ、うん、でいっぱいクレーンがあってさ、うんうん、でもあの函館ドックなんだ、アジア一でかいドックなんだけど。おお、そうなんですか。そうそう、作ってから1回も動かしてないらしい。お金の無駄遣いじゃないですかそれ。急に不況が、造船不況が来ちゃって、大きな船作らなくなっちゃったみたいな。ここは倉庫街。はるかが傷ついたカラスに引き寄せられ空間移動して水を与えたところです。ほとんど壊しちゃった。もったいない。また、はるかとゆうが幼少の頃、よく遊んだところでもあります。かくれんぼするには、隠れるところがいっぱいあって探すのが大変そう。ちゃんと見つけられるかな？向こうにもほら、向こうにも赤い点がある。あ、本当だ。あれは、あっちが使われてるみたいだね。あ、本当だ。屋根。ほら。ガッツリブレこいてある、今から函館山に登ります。お送りしてまいりました。この工藤遥と茜監督が行く函館紀行ボリューム1、今回はこの辺で。さて次回はいよいよ函館山へ。夜景も満喫、監督の話もいっぱい聞いちゃいます。お楽しみに。